POG2025 から 26DMM バヌーシー二次募集場全頭チェックということでね、やっていきたいと思います。秘密結晶シュフェガム小水ハッチでございます。<laughs> 今回ね、二次募集のね、募集馬見ていると、まあどうやらまあノーザンファームミックスセールで買った馬中心かな。あとは自家生産だってっていうかね、あのー、 庭先取引とかそういう馬がいて、まあ、セレクトセールの一切セクションで買った馬とか、それ以降に買った馬みたいなのが出てこないから、これ3次募集もあんのかな知らんけど。まあ知らんけどって感じでね、えっ、ー、と、今回募集予定としてね、新たに公開された10頭、全部先にチェックしたいと思います。まあ、なのでね、えっ、ー、と、昨日の動画で1次募集のうちまだ満口になってない馬全部チェックして、まあそしてね、今回2次募集の募集予定は全頭チェック。ここまでは、 まあ、一口話として買うかどうかみたいなところの話も含めながら、あとはね、すでに満口になった POG 的にも人気の馬たちに,になるであろう一口話としてはすでに売り切れてる馬たちっていうのはね、また後ほどチェックをしていきたいと思います。というわけで、まあ、まずはですね、コスモポルトランクイーンの23、ヒンバエピファネイア、父エピファネイア、母の父、父、ドバウィ、落札価格1億円でセレクトセール1歳セクションで落札、 募集価格1億円で立党中内田9社。出産時は母の年齢が8歳。母出産時は祖母の年齢が11歳。祖母のバーシバは重症2症の活躍馬で、えー、と、馬体重は8月21日時点で4 4 3キロ持ち込みの兄がですね、まあ、6月の新馬勝ち。その後、新潟にサイステイクスこそ、こう、最後のびを書いて負けてはいたんだけ、れどド。もう5着ぐらいだったっけ。 まあ負けてはいたんだけれどもね、父が代わって、まあ中距離向きのね、ちゃんとこうクラシック路線というかその辺目指すようなまあマイルからね、あの、1006から2000ぐらいがベストで、桜花賞出て、まあオークスも守備範囲ですよみたいなね、そんな馬に育ってくれたらベストなのかなっていうところ。まあ一次募集と違ってね、二次募集の方はなかなかこう、募集価格の方がまあさすがに落札価格、普通に高いからね、 まあ、普通に、そっちの、こっちの方が鍛え場なのかなっていう気もするけれども、まあ、少なくとも上がね、6月デビューできてて、まあ、例えば新潟2歳とかね、あの辺でまあ負けてはいるけれども、まあ、あくまでなんていうのかな、海外の守護場であるがゆえに、日本適正の部分で、まあ、負けたのかなみたいなことで考えると、持ち込みの下っていうね、まあ、キラーワードというか、そういった点で期待ができる一等、ただまあ、1億円っていうのも、 まあ、上がね、3億円したことを考えたら、まあ、随分、品馬にしても、まあ、ね、安くなったっていうのをどう捉えるか。あとは、まあ、例えばね、貧馬の、のね、いい馬がセレクトセールにそんなに出てくるわけないじゃんみたいなね、牧場側の都合って絶対あるわけなんでね。まあ、そういう意味では、例えばキャロットとかサンデーレーシング、シルク、こういったあたりのクラブでノーザンの品馬を買うのとはちょっと感覚が違ってきて、叱るべきっていう点でどうなのかなと。 まあ、例えば、ね、あの、リバティアイランドなんかも三冠牝馬。あれのね、お姉さんは馬体が小さすぎて金子誠ホールディングスで、まあ、2億セレクトで。で、ね、その前後のボバもセレクトセールで3億とかそういうクラスだったんだけれども、まあ、牝馬だけサンデーレーシングへという感じになって、あれ、あれなんでね。まあ、自分で囲い込めるっていう意味では、まあ、なかなか逆にこれ出しちゃったってことはみたいな感じもあるんでね。 まあ、なかなか難しいラインだとは思います。そして C 部の23。ボバ、父コントレール、母の父、マインシャフト。えー、と、ノーザンファームミックスセールで7400万円。募集価格8200万円で立東武孝志郎級者。出産時は母の年齢が14歳。母出産時の祖母の年齢が10歳。お姉さんのキャスリン・ソフィアはケンタッキー・オークスのカチウマ。8月23日時点の馬体重が481キロとなっているようですね。 アメリカで走ったお姉さんが3歳春の G1 勝ち。ただね、その後の国内で走ったディープインパクト3区2等も条件止まりを中心に国内でね、要は母高齢になってきて徐々にね、あの、やっぱり活躍場が出ていないみたいな状況。まあ3、ディープインパクト最後の子みたいな感じで最後のセレクトセール1歳セクションに、まあこの馬のお兄さんとあと、 スイープ当初の子だけが出てきて、まあどちらも活躍しきれずに終わってますよね。まだ条件はこのお兄さんなんか。まあそう考えると、まあさらに母高齢になってどうなるのか。まあね、このシーブっていう繁殖品場の少なくとも日本での適性とかそういう面における答えってのはすでに出てしまってるんじゃないのかな。まあね、あの、8200万円っていう募集金額の元を取る程度に、 オープンでちょいちょい走るっていうくらいだったら、ま、だしも、ま、例えば POG でとか、そこから超えての大活躍っていうと、えっと、POG で取ってね、大成功だって言えるとかね、そこから、ま、一口でも長く持ってて、こう、料とか踏まえてもプラスになりましたとか、そんぐらいのレベルになってくると、もうちょっと難しいというかね、ま、そういうレベルではないけどなのかなっていう答えが、ま、すでに出てしまっている気はします。まあじゅ 上が重症3着が2頭だからね。まあ、そんなもんです、せいぜい。まあ、そして、シムシマの23。ボバ、父コントレイル、母の父、ポイツボイス。募集価格6000万円で、ミホの手塚厩舎。出産時は母の年齢が8歳。母、出産時は祖母の年齢が6歳。おじ、お母さんの弟に、えっ、ー、と、マッドムーン、えっ、ー、と、重症2勝イギリスのダービー2着馬ただね、馬体重が8月14日時点で399キロ。ちょっと小さすぎますね。 上3頭が現時点で未勝利。この上3頭のね、馬体重まで逐一見てないですけど、まあ、よくてお姉さんたちと同じぐらいって感じですからね、馬体重こんだけ小さいとね、小さすぎて、まあちょっと、あれかなと。まあもちろんね、コントレールが超大当たり守護場で、こういうまでも一生二勝してしまうみたいな可能性もな、気にしもあらずですけどね。まあとはいえ、通常このサイズだったらね、あの、狙っていかないレベル。 まあ、足切りラインより小さいなという気がしますね、個人的には。まあ、そして、レイン・オン・ザ・デューンの23。ボバ。父、オルフェーブル、母の父、フランケル。落札価格8000万円でセレクションセールで、落札募集価格5200万円で立東ヤハギ9社。出産時の母の年齢が9歳。母、出産時の祖母の年齢が19歳。おじ、ベラミロードは、えっ、ー、と、北関東の、あ、えっ、ー、と、ウッドメモリアル・ステークスの勝ち馬。 えっと、馬体重は7月15日時点で447キロということでね、まあお兄さんが、まあ、新馬戦解消の後一飛んだ。まあこの父、この旧車ってことで言うと、マルシュロ・レーヌっていう馬がね、ブリーダーズカップのオリジナルのレースの方をね、あの、日本馬として世界、日本馬として史上初めて、あのブリーダーズカップのオリジナル8だったかな。ブリーダーズカップの価値がある、 創設当初からね、ある八つのレースのうちの一つを、この、矢作旧社のオルフェーブルサンクが勝ったというようなね、あのがあってに、今、まあ、アメリカで芝の G1 勝つなんていうのはね、日本馬がもうなん、なんともね、あの、やってきた比較的、やっぱりアメリカの方が生産頭数が多いだけ、そうも熱くはあるけれども、アメリカのね、あ芝の G1 っていうのはあくまで二軍なんだなっていう、中で、まあ、ね、あの、矢作のオルフェーブルサンクは、 アメリカのダートのダービー、ダ G1 を勝ったわけですからね。まあ、このゴールデンコンビっていうのはやっぱり、あの、なんていうのかな。DMM さんも後追いをしたいところみたいなところはあると思うんですよね。まあ、なのでね、これはまあ、一発勝負の期待したいところ、母の父フランケルっていうのもね、悪くはなさそうですし、まあ、なんだったらね、あの、実際には芝で通用しそうなね、あの、配合でもあるんでね、 まあこれは非常に興味深いですね。まあ、DMM さんにありがちな、この、ね、あの、落札価格よりはるかに安い募集価格の馬たちっていうのが、えっ、ー、と、何を意味するか、全部が全部走ってないみたいなことじゃない限りはね、ちょっとこれは入会してみたくもあるかな、みたいなところはある、ね、あの、感じています。まあ、そして、キストゥーヘブンの23、ボバ。父ロードカナロは母の父、アドマイアベラ。募集価格4800万円で、ミホノトラ級車 出産時の母の年齢が20歳。母出産時の祖母の年齢が16歳。お母さんは大賀商場ということでね。お兄さんのタイムトゥーヘブンはダービー級チャレンジトロフィーを買っています。募集時。8月14日時点の馬体重が400キロという報告が出ているようですね。前傾がね、あの、走っているというか、まあこれもね、多分キストゥーヘブン繁殖品馬としてね、えっと DMM バヌーシーの方で多分買い上げたぐらいの感じになってて、えっと、ずっとロードカナロアをつけてると。そして、 比較的素質を見せているというところではあるんだけれども、やっぱりね、母20歳児3区ってなってくるとね、連続出産でダメなんですね。まあ、えっ、ー、と、過去のデータから言うと、日本国内絡みで20歳以上での出産の G1 場っていうと、もう本当に、こう、数限られてて、それもほぼ前年産3区なし。まあ、 ね、あの考えてみたら分かると思うんだけど、おっぱいあげながらお腹も大きくなってみたいな状況を、まあ、ババあになってからも続けるっていうのは非常に厳しい。体力的に繁殖品場としても厳しいことで。まあ、それで言うと、少なくとも前年産区なし。まあ、ね、あの、お腹の中にいる時に、おっぱいでも、あの、おっぱいからも栄養を吸い取られるっていうのはさすがに、あの、年取ってから厳しいぞと。 いうようなところがあるんでね。まあ、その辺の条件を満たすのが最低限っていうことでね。まあ、要は、その条件一切満たしてないんでね。これはさすがに、ね、狙いづらいところ。まあ、もちろんね、一口クラブで長くやってる方にとってみれば、例えばタイムトゥーヘブン持ってて配当金と馬券当たったので、それのプラスがあるから、それで買っちゃえ、は納得。まあ、そうじゃなく、こう、 あとおいで DMM のね、あの、なんていうのかな、DMM に入ったからにはこの血統とかってね、あの言われてあの飛びつくっていうのはちょっと違うかなぐらいの感じですね。そしてフライングビジョンの23。ヒンバ父絆母の父、ポラードビジョン。落札価格3000万円でセレクトセール搭載セクション。募集価格3000万円でリットーオーグリ出産時の母の年齢が15歳。母出産時の祖母の年齢が9歳。 おば、お母さんのお姉さんに G12 章のタピッツフライ。ってことは、ま、いとこにね、あの、G16 章グランアレグリア。募集時の場体重413キロちょっと小さいね。まあ、お兄さんお姉さんは JRA 未勝利。いとこは活躍して、ま、日本にね、この品系連れてくるみたいなパターンで言えば、ま、例えば、ジェンティルドンナ三冠品番の品系が走ったからって言って、そのいとこを、 にあたるというかねその兄弟の品形、あの繁殖品馬連れてきて、まあ、できたのがロジャー・バローズ。ジェンティール・ドンナのいとこがダービーも買ったみたいなね、あの成功例も結構あるんですよね。まあ、なのでね、例えばまあ、一時期世界最高レーティングを9月、10月まで保ってた、ヒカ光ディープインパクト3区の、えっ、ー、と、目いっでのね、ディープインパクト3区、スマイル・カナガ、桜花賞3着とか。 まあそんな感じで、実例はあるので、こういうね、品系を、こう、同じ品系を導入してくるパターン。ビュア・ハヤヒで成田ブライアンが走ったから、パシフィック・プリンセスの品系連れてきて、それで生まれたのが、あの、大箇所、まば、えっ、ー、と、二巻品馬かな、とファレノプシスであり、その、かなりな年の離れた弟、絆。まあ、そんな感じでね、あのー、 世紀の大守ボバ、まあ今のね、日本を代表する守ボバの一頭である絆も同じようなパターンで導入された品系ではあるんだけれども、まあ旧社も若手だしね、そこまでの期待度は今のところこの3区の出来からは見受けられないなということにはなってしまうんですね。そしてチャームドゥベールの23、ボバ、父ルーラーシップ母の父ネオユニバース、ミックスセールで2500万円で落札募集価格2800万円で見本の大竹旧社。 出産時の母の年齢が13歳。母出産時の祖母の年齢が13歳。祖母ベイル・オブ・アバロンは G3 の勝ちまで、募集時のバタイジは444キロ。まあ、ウィンド・イン・ハー・ヘアの品系ってことで言うと、まあ、非常にね、あの、今年もレガ・レイダとかね、ステレン・ボッシュとかね、あの、活躍場が多く出てはいるんだけれども、その中ではね、あまり活躍していない分子の母13歳児3区ってなってくると、 まあ繁殖としても結果が出ちゃったみたいなところになってくるんでね、これはちょっとこう、まあ言うてこのね、ルーダーシップと母の父ディープインパクトなんていうのが相性良かったわけでね、その相性良かった部分がこの品系がね、持ってる血筋に由来するものだとすればね、まあワンチャンルーダーシップ産ンクならなんとかなるかなとかね、募集価格2800万円ぐらいだったらまあね、ねあの、 飛び込んで狙っちゃってもいいかなとかね。その辺はまあ否定はしないですけどね。まあちょっと基本的には数字のスペック、字面のスペックとしてはそろそろ厳しいのかなという気がします。そしてナオミエキスプレスの23。ヒンバ。父ビッグアーサー、母の父リアルインパクト。募集価格2800万円で立党矢作9社。出産時の母の年齢が6歳。母出産時の祖母の年齢が8歳。祖母の妹にノームコア、クロノジェネシスと いうところでは、募集時のバタイジュ8月24日段階で470キロ。まあ、注目のね、ラスティックベルの品系ってことで、まあ、ただね、まあもちろん祖母の妹っていう感じで、こう、名前が上がる中で、なあの、祖母直美の夢あたりからは活躍場が出ていないというのは若干気がかりなんだけれども、まあ、ね、あの、品系としての活力が失われてるのか、まあ、まだね、ワンチャンこう、こう配合がはまればあるみたいなとこは、ね、 あの、期待ができるみたいなところあるんでね。このお値段にして矢作休者っていうのは期待の表れっていう説と、まあどうせ矢作休者にね、こんだけたくさん予託予定にしといてね、入級待ちでね。まあその中でもこんなお値段の安い馬は多分入級の優先順位が低くてかなり待たされるぞみたいなね。まあその辺まで見えちゃうみたいな時もあるんでね。まあ、ね、ビッグアーサーのボバだったらね、桜爆心王、桜豊か王、テスコボーイ、 まあテスクボーイから繋がるね、延々とこう、日本でね、あの、土着のサイヤーラインを伸ばしてほしいな、みたいな、まあ、そういうね、あの、ところに一ちょみできれば、みたいなところあるんでね、ボバだったらビッグアーサーサンクス、少しこう、真剣に検討するんですけども、まあ、この辺ちょっと厳しいかなという気がします。まあ、そして、シルバーバレットムーンの23、ヒンバ、父ミッキー・アール、母の父、ビンディケーション。 募集、落札価格1300万円でミックスセールで落札、募集価格1800万円で立当の池添学ぶ旧車出産時の母の年齢が18歳、母出産時の祖母の年齢が9歳、お兄さんのシェイキン・イット・アップ、まあ、アメリカの G1 マリブ・ステイクスの勝ち馬で、募集前後に、6月時点の馬体重で393キロ。まあ上が G1 勝ってるとはいえですね。とはいえですね、まあ馬体が小さすぎる300キロ台。 400キロにも到達していないとなってくると、まあ、ちょっと狙いづらいかなと。まあ、ミッキーアイルの品場なんで、まあ、小柄であるがゆえの仕上がりやすさで2歳夏の,の小倉とかって言ってもね、まあ、この馬体重からの、まあ、ね、成長してもせいぜい400から420くらいで、まあ、2歳夏の,の小倉に出てるとすれば、まあ、 シンバは勝ってもね、重症で多,あの多頭種になって揉まれて終了みたいなところは目に浮かぶ馬体重なんでね。まあ、なかなか狙いづらいのかなという気はしてしまいます。そしてラストですね。ルナ・ティアーダの23。ヒンバ、父タワー・オブ・ロンドン、母の父、ディープ・インパクト。募集価格800万円で、見保の西田9社。出産時の母の年齢が7歳。母、出産時の祖母の年齢が13歳。祖母の妹に G15 章のスターダム・バウンド。 まあそのね、スターダムバウンドの方も日本で繁殖品場をやってて、ま,あ、まだオープン場っていうかね、バリバリの重症クラスっていうのを出してないんですよね。まあ、そう考えるとね、その、ね、あのより活躍した方の,あの品系も活躍してないし、こっちもってなってくると、まあ、ちょっと日本に合わなかったかな、みたいなとこはどうしても出てくるんでね、旧医もまあ、 まだこれからの若手ってことを考えると活躍してくれる率っていうのは比較的低いのかなっていう気はしてしまいますよね。なのでね、この中で狙うとすればオルフェーブルの子かな。俺はまあオルフェーブルが元から好きだっていうのもあるけれども、まあ地面とかのバランスが一番いいのはその辺になってきてしまう気がしますね。あとはこうどうしたって、まあ母高齢とかそういうのが気になる馬が多い気がします。 まあね、もちろんこの後もセールあるんで、もしかしたら DMM さん3次募集あるかもしれないですけどね。まあ1次募集の残口の方が興味深い馬多かったなという気がするというのが正直なところです。以上、ハッチーでした。